えー、平成28年と29年のね、えー、第一主工興寺筆記試験の問いにですね、えー、これの解析をいたします。 はい、平成28年のです、ねえー、図のような直流回路において、えー、抵抗2オームに流れるです、ね、電流はいくらかということですね。まあ電池の内部抵抗は無視しますよと言いますけどね、まあ、内部抵抗はこれ6オームみたいなもんですな。はい比較ライブにしてください。えー、これはたすき書きにかけてね 2×8 イコール 4×4 ですな16で。 えー、等しいんですからこれあの平行ブリッジ回路ですね従ってあの赤いあの印つけました従流流、はい、って、えー、ですね電源から見た、ね、合成抵抗は、えー、6オームとそれから、えー、8オームとおー12オームですねこれが並列になったものがつながっているということで。 これ計算しますすに、まあ、なるんですねしたがって、えー、電流はですね1.8アンペアになるんですね。6オンも流れる電流は1.8アンペアになるんです。それのお平行にへあの、並列回路のですね、えー、なりますんで、えー、6たす12分の12ということになって1.2アンペア、えー、答えろですな。まあ 次が平成29年ですね。図のような直流回路においてスイッチ S が閉じているときですね。抵抗 R の両端の電圧は 36V やったと。スイッチ S を閉じたときですね。抵抗 R の両端の電圧はいくらになるかと。こういうことなんですね。まずあのスイッチが開いているときですね。二ーブの電圧は60から36を引いた 24V ですね。したがって二葉分を流れる電流はですね。 この2 4ボルトを2オームで割ったですね、1 2ア,アになります。えー、この1 2アンペアというのはですね、えー、R にも流れるわけですね。そうしますと、この R のですね、抵抗は3、あごめんなさい、あの電圧は3 6ボルトですから、それを1 2アンペアで割ると3オームというのがこの R の値になるわけですね。そうしますと、S を閉じますとね、6オームと3オームが並列につながりまして、これ合成抵抗2オームになりますよね。 そうするとあのー、上にある2オームとですね、えー、2オームと2オームになって三六十ボルトですね等しく分けるということで三十ボルトになりますな。